視聴ありがとうございます。シンガーソングライターのパクユーです。ついに J リーグ2018シーズンが開幕しました。今日はサッカー大好き系シンガーソングライターのパクユーが昨年も同時期に行った J リーグ開幕戦トトガチ予想というのをお送りしたいと思います。トトというのは試合結果を予想するサッカーくじ、いくつかの種類があるんですけれども、僕は13試合の試合結果を予想する、通常のトトと、5試合の試合結果を予想するミニトトっていうのをもうかれこれ、5年間ぐらい、毎週コツコツと購入しておりまして、年に数回、5試合の結果を当てるミニトトの方を的中させることで、プラスマイナスゼロ収支というのを、おおよそ保ってきておりました。ですが、昨シーズン2017シーズンは、的中ゼロ、という結果に終わってしまい、今年はリベンジをかけたシーズンになります。といってもただお金欲しさのギャンブルということではなくて、トトを買うことで、毎週末の J リーグの試合が、もっと楽しく見れたらいいなみたいな風に思って、毎週購入を続けています。それでは、予想を始めたいと思います。今回の対象試合はこちらです。開幕戦っていうのは情報がとにかく少ないので、自分の中であれこれとストーリーをでっち上げて無理やり予想していくっていう感じになってしまうんですが、この13試合の中でいくつか予想が立てやすいかなというふうに思った試合があったので、そこから予想していきます。まず岩田対川崎、こちらですね。僕はトトを購入するにあたって、一つ自分の中でルールを決めています。このユニフォーム姿見ていただければわかると思いますが、僕川崎フロンターレをすごく応援しているので、必ず毎週川崎には勝ち予想をつける、そういうルールでやってます。ひいきのチームがあるっていう方にはこの買い方すごくおすすめです。正直川崎 ACL の試合まだ勝ててないですし、ゼロックススーパーカップ負けちゃってるんで調子全然上がってなくて、しかも岩田のホームゲームで岩田も結構強い、去年も五分五分っていう戦績だったので勝てるかかなり微妙なんですけど、もうこれはチーム状況がどうであれ、川崎の勝ちは毎週つけるというふうに今までもずっとやってきたので、これは守っていきたいと思います。続いて ACL アジアチャンピオンズリーグに出場しているチームが絡む試合、この仙台柏と清水鹿島とセレッソ大阪横浜マリノス、この3試合ですね。で、ACL 今週もミッドウィークで試合があって疲労が気になるところではあるんですけども、それよりも、強度の高い試合をすで、にこなしているという試合感の部分の、プラスっていうところを、重視して、この ACL 勢に関しては全部勝ちつけていきたいと思います。特にセレッソ大阪は僕ゼロックススーパーカップ生で見たんですけども、ものすごく強そう、そういう印象を受けましたので、セレッソ勝ちっていうのは僕は硬いんじゃないかなっていうふうに、開幕戦思ってます。ホームゲームだっていうのもありますしね。次にサヌキ対新潟、これは、去年 J2 で下位に沈んでいたチームと、J1 から降格してきて、J2 を戦うというチームですね。これは、J2 に落っこちちゃうと J1 にいたチームっていうのも結構苦戦する傾向にはあるんですけれども、新潟に関しては昨シーズン終盤怒涛の追い上げ、すごく調子良かったっていうのもありますし、ここは新潟勝ちにつけたいと思います。続きまして広島、札幌とガンバ大阪、名古屋、この2試合ですね。どちらもアウェーチーム、札幌と名古屋の勝ちにつけたいと思います。迷った時には外国籍のいかついフォワードがいるチームが勝つ、そういうチームの勝ちにつけるっていう自分の中の予測っていうのがありまして、
まあ予想とかって言えるかどうか分かんないぐらい適当な基準ではあるんですけれども、札幌には J っていう、結構強烈なフォワードがいて、名古屋にも結構話題になってるジョーっていう元ブラジル代表のフォワードがいて、あとは、中盤にガブリエル・シャビエルっていう J2 で、去年無双してた、ミッドフィルダーがいるので、こう外国人の質っていうところで、この2つ、アウェイチームの勝ちにつけたいと思います。もうこれぐらいポンポンやっていかないと分かんないです、正直。開幕戦はで次に、FC 東京浦和、これはもう浦和の勝ちにつけます。チーム力とあとは過去の対戦成績っていうのがもう圧倒的に浦和有利、もう何年も負けてないみたいな、そういう状況らしいので、これは浦和につけます。次に大宮甲府、これは、昨シーズンまで J1 で戦っていて、降格した2チームの、J2 での開幕戦っていうことになるんですけれども、僕ここは甲府につけたいと思います。大宮は、まあ、とにかく去年の戦いぶりが結構ひどかったっていうのと、あと前線の、核となるような選手が移籍して入れ替わっているっていうのがあるので、まあ、ちょっと最初の方うまくいかないんじゃないかなという予想で、甲府につけました。次に湘南長崎、これは逆に去年 J2 戦っていた昇格組の、開幕戦でのマッチアップっていう感じになりますが、ここは湘南勝ちでつけたいと思います。昨シーズンの対戦成績が、湘南の方が分があるっていうのと、あとは、長崎から湘南に来るのちょっと遠くてしんどいかなみたいな、そういうところで、意外と、まあ、日本は結構移動大変なとこっていうのもまだ多いと思うので、特にあの J2 を長らく主戦場にしていたチームとかっていうのは、田舎のチームやっぱり多いので、地味にそういうところはボディーブローのように、試合結果に、関わってくるんじゃないかなっていう、まあ素人目線での考えで、ホームで試合ができる湘南に、勝ちつけたいと思います。残るは、J2 の3試合ですね。もうこれに関してはもうさっぱりわかりません。さっぱりわからないので、勘でつけていきます。まあ、真剣に考えるだけちょっと時間の無駄かなって、まあ、どうせ分かんねえよ、それで考えて当たるんだったらもう当たってるよみたいなとこありますので、これね、熊本勝ち、京都勝ち、山形勝ち、こんな感じでつけたいと思います。はい、これで一応13試合チェックがついたんですけれども、引き分けの試合が1試合もないというのはさすがにちょっとありえないだろうということで、僕はまずどっちかの勝ちに予想をつけた後に、まあ、予算、まあ、大体1000円から2000円ぐらいの間に収めてるんですけど、そこに合わせて引き分けを足していくみたいな感じで、買ってます。例えば ACL 勢4チーム全チーム勝つってことあるかなということで、柏にこう引き分けつけてみたりとか、あとはどこがいいかな、難しいですね。大宮甲府、これ甲府引き分けつけてみたりとか、あとはもう勘ですね。ここはあの、口数、いくらかかるかみたいなところで、考えながら、ガンバ大阪名古屋、これ引き分けちょっとつけてみましょう。であとはまあ、試合開催日が、今回対象の13試合、2月24と2月25 2日間なんですけど、2月24の試合が 1,2,3,4 試合だけなんですね。でこの4試合の時点で外れてしまったら25日を楽しく迎えられないっていう、ことがありますので、24日に行われる試合の中にこうちょっといくつかチェックを足していこうかなと思います。まあ浦和 FC 東京は浦和勝ちそうな感じするん で、そうですね、湘南長崎のところ、長崎に勝ちとかつけてみましょうか。これで、購入口数が、16口で、1600円になりました。で僕はここで、
予想当選金額の計算っていうのをいつもやってまして、だいたい1等いくら、2等いくら、3等いくらみたいなのが出るんですけど、この1等の値段っていうのが、だいたい毎週こう当選結果が出るんですけど、その時に、発表される当選金からあまり遠くないような予測になるように、予想になるように調整をしています。で、一番、投票率の少ない組み合わせで1等が当たった場合には、1、10、100、1000万、10万、100万、1000万円で、一番、無難な、投票率の高い、結果で1等が当たった場合は、56万円ということで、まあ悪くない、幅かな、悪くない当選金かなっていう感じがしたので、この、予測で、予想で、購入してみたいと思います。いかがでしたでしょうか。今ご覧いただいた、トト1600円分に加えてミニトト、400円分ぐらい買って、週に2000円ぐらいの掛け金で、毎週僕は楽しんでます。で、年間で1回ないし2回の、ミニトト的中があれば1年間、買い続けた金額は回収できるかなぐらいの、バランスで僕はやってるので、トト、ちょっと試しにやってみようかなっていう人は、ぜひ参考にしていただけたら嬉しいなと思います。そして、万が一億が一、一等が当たってしまうなんてことがあったら、この動画大変な動画になると思います。僕の人生どうなってしまうのかっていうところもありますので、土日の試合結果、その辺もこう注目しながら、ニュースなんかをチェックして、いただけたら面白いんじゃないかなというふうに思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。